皆さんこんにちは、荻上チキです。今日もメディア論に関するワードいろいろ紹介していきたいと思うんですけれども、最近いい本が一冊出ました。それがこちらです。日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッションという本なんですね。マイクロアグレッションという概念はここ数年ずいぶんいろんなニュースで話題になる機会が増えてきました。ただ日本でなかなかまとまった本が紹介されることが少なかった中で、こうしたしっかりと体系立てられた本が紹介されたことによっていろんな理解が今後進んでいくということが予想されます。マイクロアグレッションとは一体どういった言葉なのか。マイクロというのは小さなという意味ですよね。アグレッションというのは侵略とか攻撃とか、そうしたような意味を指す言葉です。小さな攻撃、小さな侵略、それはどういったことなのか。この本の中では明確な差別というふうに分かりやすいものではないけれども、社会の中に埋め込まれた日常の中にはびこっている様々な攻撃のことを指しています。例えばということで、この本の中でいろんな例が紹介されていますので、ちょっと紹介してみますね。例えば、街で出会った人から、どちらのご出身ですか、どこの国で生まれたんですか、日本語が上手ですね、というふうに言われたであるとか、あるいはあなたはあなたの人種にとっての誇りですね、とか、どうして黒人なのにそんなに数学が得意になったんですか、というふうに言われたであるとか、あるいはですね、女性あるいは男性に対して、女性なのにそこまで出世してすごいですね、とか、男性なのに料理がお得意ですね、というような、こうしたの言葉の数々、こうした言葉というものがマイクロアグレッションという言葉になります。今紹介したものというのはどれもただ質問したり、あるいはただその相手を褒めたようなイメージというものを、その質問者、その発話者は抱いているかもしれません。しかしながら、その言われる側というのは、そうした言葉書きというものを日常的に繰り返しぶつけられるんですよね。そうすると、ああ、自分はよそ者なんだな、とか、自分はやはり女、あるいは男でしかないんだな、であるとか、あるいは自分は何々人種、何々人というような格好で見られるんだな、ということを意識させられ続けるということになるんです。例えば、日本人なんだけれども、黒人でもあると。あるいはその日本人なんだけれども、白人でもあると、そうしたような様々な人も当然いるわけですよね。日本人で大和民族でというようなことだけが日本人の定義ではないわけです。そうした状況にもかかわらず、例えば街を歩いていたら、どちらから来られてるんですかとか、親御さんは何人ですかとか、そうした声掛けをされるようなアフリカンルーツの方々というのもたくさんいるわけですね。で、そうしたような声掛けというのは、当事者たちも時とすれば、これは差別ではないと、誤解やよくある間違いなんだというふうに認識されている方も多いんですね。しかしながら、様々な調査というのは、こうしたマイクロアグレッションを重ねられると、その人種的な偏見というものが社会に広がるばかりではなく、その当事者をもいろいろな自尊心を傷つけたり、いろいろなチャレンジの機会というものを奪ったりするということが分かってきているんですね。こうしたそのマイクロアグレッションについてまとめられた本がようやく日本で出たわけですが、これはその海外だけで起きている現象ではなくて、この日本でも様々な場面で見かけることができる、そうしたような現象です。ヘイトスピーチのように、何々人は出ていけ、こういったような格好である意味分かりやすいタイプの差別あるいは攻撃と違って、ある社会の中に当たり前に埋め込まれているような小さな侵略、小さな攻撃、こうしたものが積み重なることによって、人々のステレオタイプが強化され、様々な当事者のやる気であるとか活力、あるいは生産性、あるいは自尊心、いろいろなものが奪われているという現状がある。こうしたようなことに気づくためにも、この言葉、マイクロアグレッションという言葉に注目をして、日常の中の様々なコミュニケーションやニュース着目をすると面白いと思います。荻上チキでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。